い、皆さんこんにちは、まみです。もう夏が来るということでちょっと髪の毛を短くしてみました。なんかこう中村あんちゃんが好きなんで、中村あんちゃん風の口調短い感じにと言ったんですけど、なんかちょっと違う。まあしょうがないですね、本人が違うんで。まあなんかあれって感じですけど誰なんでしょうこれみたいな。はい、で今日ご紹介するのは、またまた前回と同様クリアランスコーナーに置いていたもので、大変興味があったのでこちらを買ってみました。それはこちら、タラン、モンスターのミュータントって書いてあって、スーパーソーダって書いてあります。シュガーゼロで、これたった 50セント、50円で買えたので、ちょっとどんなもんなのかなっていうのと、まあ、私ちょっとエナジードリンクまた好きなんですよね、ああいう毒々しい味が。なんでちょっとそれもあって興味がそそられるなと思って。でこれがなんかリフレッシュタイプのエナジードリンクっていうんで、どんな味なのか気になったんで買ってみました。では飲んでいきたいと思います。開けます。で全然なんかシュワーっていうのかと思った、スーパーソーダって書いてあるのに全然シュワーってしてなかった。香りはグレープフルーツの香りです。いただきます。なんか絵の具を飲んでるみたい。しかも全然ソーダの味、全然シュワシュワがない。なんでスーパーソーダって書いてあるんだろう。だってここ書いてありますよね、スーパーソーダって。え、謎、超まずい。前回のカップラーメン系はのクリアランスの中にあったものは当たりなんですけど、かなりまずい。絵の具飲んでるみたいっていう感じで、これは申し訳ないけどちょっと続きは飲めない感じくらいまずいです。はい、ということで皆さんこれ見ても買わないでください。素直な評価です。はい、もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。次はまた当たりのものを、何かあるといいですね。はい、いい、まずい、久しぶりにこんなまずいエナジードリンクのもの飲んだ、まずい。ではまた他の動画で会いましょう。 See you! バイバイ!